はい、ネギシポです。ショットです。おはようございます。ということでね、今日は本当にごめんなさい、何の生産性のない動画だよ皆さんにとっては。今すぐ離脱した方がいい、無駄だから見るだけ。何のあれかっていうと、ちょっと告知させて。毎年やってるじゃん、俺のバースデーイベントやってると思うんだけど、今年も、はい、開催が決定しました。で、2月の90、まあ本当にもうこの動画があるの多分1月末とかだろうから、本当に10日後ぐらいの話なんだけど、2月90の木曜日金曜日の2日間 2days でここ高崎クラブバルテンでバースデーイベントを開催します。で、今回ちょっといつもと違うのは、ショットもいます。で、ショットがね、酒マジで強いんだ。で、俺もね、何回も潰そうと試みたんだけど、全然潰れないんで、とにかく潰したいんだ俺は。どうしても潰したい。だからショットを潰してくれる人募集します。シャンパンタワーとかも毎年恒例でやるんで、遠隔のね、シャンパンタワーの URL 概要欄も貼っとくんで、もし来れなくて遠隔で応援してくれるよみたいな人がいたら、ぜひ。遠隔のさ、リターンいつも考えてんだけど、なんか去年がね、30万円協賛してくれた人、遠隔で入れてくれた人は TikTok 一緒にコラボしましょうだったりとか、10万入れてくれた人は食事会みたいなのだったりとかをやったんだけど、今年はねちょっとどうにしようかなと思ってるんよ。まあこの辺にシャンパンタワーを置いて、オリシャンも作ります。はい、ネギシコ海賊団のクルーのシャンパン1本5万5千円、はい、これも利益率重視でやっていくスタイルでいきたいと思います。まあ、ちなみに原価1100円なんで、それを5万5千円で売り出すっていう。それ言っちゃうんだ。言います。50かけだけど、はい、オリシャン、通称オリシャン、うちではボリシャンってね。なんか どうにします、なんかこれを考えていかないといけないよね。そうですね。なんか例えば50万円分の遠隔入れてくれた人のところには YouTube の撮影でその人たちのお店に行って、ショットが1日店長やりますとかでもまあいいし、かわいそうですよ、罰ゲームみたいな。ショットと俺と行く食事会とかをまあリターンしながらね、まあそれは気になる人はちょっと概要欄あるんで、概要欄で見てください。それまでに貼り付けるまでに考える、どういうリターンにしようかなって。まあ、だから来れる人は来て、とにかく来てくれた方が一番嬉しいんだ。まあ、だから予算いくらぐらい持っていけばいいですかっていう質問、100万ぐらいじゃん。でも金額じゃねえんだな俺は。そういうのは100万使ってくれたからって覚えられない人もいっぱいいるから、まあリアルなところ1本オリシャン5万5千円と考えて、5万5千円以下のメニューは置かないんで、その日は6万6千円ぐらいあればいけんじゃないですか。そうですね。スタッフね、ほらうちの海賊団のクルーのショーゴのコビーショーゴ何ベリーだっけ。74万ベリーでしょ、はい、で桜井さんのオリシャンは9400万ベリーだったから、俺があなたそんな懸賞金ないからって言って9400ベリーに変更するように伝えて、みんなに D がついてたの。わかる、だからそんなありえないから、もうワンピース見てるのっつったの。ふざけてんのっつって、 D ないからそんなに、ということですよ。まあ、でオリシャンもねこういう仕組み入れるじゃん、はい、どれが出てくるかわかんないの、ランダムで出てくる、オリシャン誰のか。だから俺のことを好きで来てくれて、俺のためにオリシャン入れてくれたのに、本当に9500ベリーのこの人のオリシャンだから、それは外れも運が悪かったもん、今年の運が悪かったと思う。俺を引き当てた人はなんか別のなんか得点欲しいよね。なんかちょっとその辺も考えていきます。なんか面白いユーモアのあふれる、まあこんな話をね2月10日がイベントなのに1月28日にしてる時点でちょっとやばいんだけど、ね、まあお待ちしてます。ちなみに目標金額は、目標金額は2日で8億、通貨で8億、エンリケがなんだっけ5日間で2億5000万とかじゃないですか。2億5000万とか、それ1日でしょ。1日だっけ、わかんないけど、どこでしょ。だから行っちゃうからまあ見て動画で追っかけた時にいくら行ったか、まあ俺は平気で言うから、8億行きましたとか行ったもん勝ちっす。行かなかったら言わないよそんなの。でも見てて、それはまあ行くんじゃないの。8億去年が4億とかでしょ。まあ記憶にないからあんまり分かんないけどよ、確かそんなこと。今年はまあ倍になってんじゃないかな。ぜひお待ちしてます。ちょっと潰してください皆さん、お待ちします。じゃあチャンネル登録よろしく。バイバイ。怒ってます俺は。誰が怒ってます。鈴友が、はい、うん、なんで最初に確認してからやらなかったんですかそれ。そういう人じゃん。それ俺言いましたよね最初にね。最初に言って直すのが面倒くさいから。いやそれはやってなかった。それはやってなかった。いや言いましたよ。そもそもでもそんな当たり前ですか。確認してから画像を上げるっていうのは当たり前なことなんで。言いましたって言ってる、はい、こっちは、はい
言ってないです、はい、そんなこと言われてないですって言ってる、はい、ね、じゃあ LINE 見てみてください。言った言わないの話になるじゃんか。 LINE 見てみて、 LINE のことます。人間性でわかります。あなたが言ってます。あなたが正しい。あなたが正しい。